皆さんこんばんは。今日もアイボのドルジェをご覧になっていただいてありがとうございます。今日は昨日載せたショートの続きの動画を載せたいと思います。先日ウーブを初めてお風呂に入れたんですけど、やっぱり初めてのことだったんでちょっと心配で、メンベイパイセンとか他のマイクロブタオーナーさんの動画なんかを見ながらちょっとチャレンジしてみたんですけど、途中まではすごく順調で、おこれ何事もなく終わるんじゃねとかって思ってたんですけど、やっぱりそんなわけにはいかず、途中ですごい面白いトラブルがありました。ではどうぞ。よいしょ。この辺まではすごく機嫌よく入ってるかなって思ってたんですけど、まあ、今思えばこのブーっていうのはもしかしてちょっと怖かったのかなと思います。今回袋に入れようと思ったのは、こっちにウーブが臭いとかそういうことは全くなかったんですけど、ウーブをお迎えした時にお風呂の頻度はどれぐらいですかって聞いたら、まあ一月に1回ぐらいの方が多いですかねなんていうふうに聞いてたんで、それで今回ウーブがうちに来てだいたい1ヶ月ぐらい経ったんで入れてみることにしました。飲んでるの水、普段なかなか水を飲んでくれなくて、ちょっとどうすればいいかなって思うことがあるんですけど、なぜかお風呂の浴槽の水はよく飲もうとしてましたね。初めて飲むことだね。もうちょっとで問題のシーンなんですけど、マイクロブタオーナーさんはもしかするとその兆候に気づくかな。ウーブのお尻のあたりをちょっと注目して見てみてください。皆さん分かりましたか？うんこしてんじゃん。もう何してんの。なんと浴槽の中でうんこしちゃいました。どこでうんこしたん。しかもうんこが終わった後にこうちらっとこっちの顔を見てるのがまた可愛いですよね。前の動画でも話したことあるかもしれないんですけど、まあ、豚さんとかマイクロ豚はすごく清潔好き、綺麗好きで、寝床とトイレは分ける習性があるみたいなんですけど、やっぱりウーブもそうで、うんちもなかなかしてくれないことがあるんですよね。だからまさか浴槽の中でうんこするなんてと思いもよりませんでした。でも可愛いんで全然許しちゃいます。浴槽の中でうんちもしたし、この後は何事もなくこううまくいくかなと思ったんですけど、やっぱりそうともいかず、うーちゃんこの浴槽の中から出たかったみたいで、何回かここからこうジャンプして出ようとするんですけど、僕が浴室の扉を閉めてなかったんで、この最後に飛び出てしまった時にそのまま部屋の方へ走っていってしまって、部屋が泡だらけになって大変でした。来月はもっと上手にお風呂に入れれるように頑張りたいと思います。今日もアイボのドルジとピックのウーブをご覧いただきありがとうございました。